パリ五輪の近代五種で佐藤大壮が日本製発のメダルを獲得した。この偉業達成に、イクイノックスなど数多くの名馬を生産している農山ファーム、北海道阿比町、が一役買っていた。立役者は、同ファームの楠木隆成、楠木隆典、気象指導部主任44。銀メダルの陰に、農山ホースパーク、北海道苫小牧市、で二度にわたって実施された合宿と、 フランスと日本をつないで行われた、ニガアジア大会銀メダリストによる美に入り補装戦、うがツアードバイスがあった。その舞台裏を明かす、取材構成鈴木学、8月8日、現地時間、近代五種の予選、フェンシングのランキングラウンド、が行われ、佐藤は6位、内田は30位だった。同じ日、 ベルサイユ宮殿では馬の持ち主が騎乗して本番と同じコースを回る馬術のテスト走行が実施された。テスト走行に臨んだ約50頭の中から、運営側が準決勝に進んだ選手と同じ数、36の馬をピックアップし、最終的に本番90分前に行われる抽選で騎乗馬が決まる。それだけに騎乗馬がどんな癖を持ち、 どれだけの歩幅なのか、乗りやすいかどうかなど個々の特徴を事前に把握することが重要である。クスノキは思想した馬の動画をすべて送ってもらい、全馬の特徴を頭に入れた。8月9日、現地時間、抽選までの間、発表されたコース対策を佐藤に電話や LINE で伝授していた。日本時間午後11時、騎乗馬が決まるとテスト走行の動画を再確認。すぐに、 この馬はこういう風に乗った方がいいと具体的な指示を佐藤に出した。同行しているコーチにも細かい指示を送り、本番直前に本人に復唱させるようお願いした。本人は競技に向けて集中しているところなので、緊張の糸を切らせない配慮だった。日付が変わり、佐藤が出場する準決勝 B が始まった。準決勝は、 北海道で乗せたフランスの馬と本当に同じようなタイプ。馬も似ているし、コースも最終合宿の疑似コースと似ているから大丈夫だろう。そう思いながら、生放送を中継する無料配信動画サービス TVer、TVer で中継されている佐藤の馬術を片づを飲んで見守った。佐藤はノーミスで競技を終えた。300点満点で同組1位、全体2位で決勝進出を決めた。 これは本当にメダルを狙えそうだ。自分のことのように肩に力が入った。決勝へ向けて彼に無駄なプレッシャーがかからないように何を伝えたらいいのか、それから一日かけて考えました。